懐かしい匂いな。幸会。袁田先生是第一次到泸州吧？我们这儿有句话叫“风过泸州带酒香”。和江さんは泸州が好き。人到泸州，醉一场。大人は泸州でお酒を飲むべき。52度の情熱。懐かしいガリアの部長は52度との再会に興奮が高まる。これは空気の中の匂いだ。ロウシュには空気の中に52度の香りをプンプンさせてきた。部長、会議の時間が5分間しかありません。自分に自信を持って。パンダ。視線の方は誰でもパンダを持ち、そのニーズに合わせなければならない。ロウシュではパンダがいない。どうも、これがプログラムでございます。这是方案。方案我们已经有了，请坐。君たちもバレてました。やばい。袁田部长对中国白酒的制作工艺及历史有所误解，希望做出调整。君たちで白酒でわからないから勉強で行け。在泸州，酒麒麟会更受欢迎。泸州ではキリンがない。準備できたか？はい。頑張ろう。はい。買収は泸州から習おう。頑張ります。美子さん、インフォーマルじゃない？お前ら、暑くね？暑いか？泸州での市民からの高中2度の挨拶だ。やっと涼しくなったぞ。洋服の中にはクーラーが。仕事中文句言うな。すみません。どこから始めますか？ある伝説から。暑くない？ロシュロムの重要度、ホラーな常年気温20度。ありがとうございます。かっこいい衣装ですね。ハイテク感があって。ここは絶対に研究室レベル。後で中のものに触らないでよ。你能品味的历史450年，国教1573。ロシュはお酒によって名前をつけ、お酒によって栄え。どんな苦労にも報いがある。ロシュでは52度の情熱を感じながら歴史の成熟に浸ることができます。生活、美食、人生、義兄、この土地のどこを見ても煙火の跡がある。マイチ、ズルン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 。やっと終わった。部長、表紙にパンダを入れますか？いらないみたい。部長は口頭でこの町に対する愛を示す。もしもし。はい。何が起こったんですか？これから行くところだ。部長はまた口頭でこの町の未来に対する関心だ。感谢袁田先生能够赴约，这几天您辛苦了，李总马上就到。哎，袁田先生，让我用52度的热情欢迎你们。懐かしい人だ。平和山，天地宽，1573，举一杯就干。哪里？老朽你们修炼你求生死命。特に注目は日本の公認より高いお酒をスープになる。